い、どうも夏です。今日もお願いします。さあ本日の企画なんですが、 LINE の絵文字で連想された商品を買ってきてください。企画第2弾目です。イエーイ。はい、というわけでですね、前回お姉ちゃんの方に LINE でですね、絵文字を送って、それで連想される商品を買ってきてくださいという、まあ企画協力してもらったんですけど、その時はですね、なんと見事に、全問正解で、まあ近いうちにもう一人家族巻き込んでやりたいなと思ってて、もうこちらに映ってるんですけど、はい、これまだ中見てないです。はい、でですね、まあ今回協力してくれたのが妹ということで、妹にまた LINE の方を送って、これ買ってきてっていう風にお願いしたんですけど、そちらのね証拠写真こちらになります。はい、ちょっとね今回は4品お願いしたんですけど、一番下のやつ、これは前回も出してます。まあ同じ商品なんですけど、この絵文字でちゃんとねもう一回意思疎通できるのかちょっと試してみたくてお願いしてみました。で、もう一回やり方をおさらいしておくと、まあ、私から妹に対して絵文字だけで買ってきてほしい商品をこんな感じでね送ってるんですよ。そこから妹が悩みながら、この商品かなって思ったものを買ってきてもらうっていう感じの、企画になっております。それではですね、まず1個ずつ、一番上ですね、チーズとショートケーキと、まあ、タルト、まあ、パイに見えるんですけど、これタルトのつもりなんですよね。ちょっとね送った後で、真ん中のショートケーキいらなかったかなって若干の後悔。まあ、やっぱりチーズとタルトで思ってるのはチーズタルトなんですけど、スイーツだって分かってもらいたくてケーキを入れたんですけど、あれこれ潰さないでね、潰さないでね。どうしたあれ、なすくん、どうした、失礼しました。このラインを見た妹が第一声に一番わからんというふうに言ってたんで、一体何を買ってきたのか不安なんですけど、まあでもね、まあ今回コンビニで全部買えるものにしてるので、多分もうコンビニでこの絵文字でならわかるかなと思って、私は信じてます。ここにあれがあるんだと。でですね、まあ2つ目、まあ、食パンで豚の絵文字に、このですね葉っぱっていうか、まあレタスの絵文字なんですけど、コンビニでハムレタスのサンドイッチっていうのがあるので、まあ、そちらの方をこの絵文字で再現してみました。で3つ目、これはね、コンビニの場所にもよるんですけど、割とねすぐに分かるんじゃないかなと思います。ブロッコリーとタコの入った、サラダ、まあ、言っちゃえばセブンイレブンなんですけど、このサラダあって、これがね私大好きなんです。はい、なのでこれが入っていると信じてます。で、まあ、最後はですね、もう前回やったんでお分かりだと思うんですけど、ジュースに、茶色い丸にティーカップ、まあ、なのでタピオカミルクティーですね。さてお姉ちゃんとはね意思の疎通がちゃんとできてて全問正解できたので、今度は妹とですね意思の疎通がちゃんとできたのか、妹曰く1番と4番分からないっていう風に言ってたんで、まあでもね大丈夫かなと思います。それでは早速確認していきたいと思います。本当にまだ見てないです。これね本当はアイマスクをね買っときたかったんですけど、今これ撮ってるの実は三が日中なんですけど、買いに行こうと思ったらお店がね開いてないんですよ。なのでごめんなさいね、ちょっと上の方向いときます。なので1番目がチーズタルトですね。さあどれかな。触ってる感じなんだこれっていうのがある。なんだろう、これちょっともう私目閉じて見ないで全部ここに出していきます。全部出してみて一気に答え合わせしたいと思います。まずこれ何
え、これ何？結構あ、はい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 、これはわかる。これ、あ、でもこれあれか、これはあれっぽいぞ。よし、はい、では4品ここに出揃ってます。なんか2つぐらい、2つ3つかな。あ、多分当たってるんだなっていうの。これなんだろう、わからない。じゃあ目開けます。いきます、答え合わせ、せーの、バンバンバン。あ、ほう、なるほど。まずまず上からいきます。チーズとパイ、まあ、タルト あのこういうちっちゃいレアチーズのケーキって言っていいのかな、のやつですね。あれがこれか。あー、なるほどね。こちらですね、フランス産クリームチーズとサンシュベリーのソース入りフワレア。思ってたのとは残念違いました。フワレアってこの前あれかな、コンビニスイーツの祭典みたいなやつテレビでやってた時に出てたやつかな。ちょっと思ってたのとは違ってるんですけど、方向性は合ってました。まあ、もしかしたらコンビニに私の言ってるあれがなかったのかもしれないです。はい、一つ目がこちらですね、フワレアでした。で、二つ目、パンと豚とレタスの絵だったのサンドイッチですね。それがこちら、シャキシャキレタスサンド。これ大正解です、思ってた通りのものでした。そして3つ目、はい、こちらも大正解、タコとブロッコリーのバジルサラダ。これ大好きなんですよね。はい、そしてです、4つ目、タピオカミルクティー。こちらだ、プレミアムミルクティーだ。タピオカがいない。この多分茶色い丸が何なのか分からなかったんでしょうね、多分。まあ、だからもうジュースで色がこんな色で紅茶だよっていう受け取り方をしたのかな、妹よ。なるほど、わかりました。まあ、なので順番で言うと、はい、ちょっとね、1番と4番方向性は合ってたんだけど、残念、思ってたやつじゃなかったです。ただね、あの真ん中の2番と3番は当たってました。はい、これは良かったです。まあね、今回あの前回の時にも若干言ったんですけど、まあ、レベルをちょっと難易度上げようかなと思って、まあ、送ったんですけど、私的にそんなにレベル上がったかなこれって思いながら上げたんで、まあ、特にパン、豚、レタスとかブロッコリー、タコ、サラダとかあの辺はまんまじゃんっていう感じがしたんで、これだけかな。ちょっとこれがチーズとタルトの並びだとちょっと難しかったかもしれないな。はい、こういう結果になりました。チャナツビリー。まあ、でもね、フワレア気になってたし、なんならこれもね、これは何、普通の紅茶家電じゃないんですかね。はい、これも気になりますね、という結果になりました。バイ妹編ではですね、また次回をどうしようかな。2人からお題を出してもらうか、もしくは私が母にお題を出すか。まあ、でも2人からのお題をクリアしてみるのも面白いかなと思います。はい、それではこの動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。イエーイ、これは正解、これはある意味楽しみ。